皆さんこんにちは、ナンリスゴロクです。喜びの歌の時にも出演しておりましたが、その時は長本博史で出演しておりました。長本博史改めナンリスゴロクとして坊ちゃん劇場にまた呼んでいただきました。ありがとうございます。役名は桃太郎役です。桃太郎なんですけども、もう一つ名前がありまして、伊佐セリヒコという名前の青年です。皆さんが想像する桃太郎とは少しもしかして違う新たな一面を発見できる桃太郎になっているかもしれません。それをぜひ劇場に見に来ていただいて、ご自身の目で感性で確認していただけたら嬉しいなと思っています。休演が決まりまして、お家に閉じこもることが多くなりまして、あまり外にも出てないんですけども、料理ももちろんしますし、いろんなことするんですけど、それなりの生活をしてるんですが、ネットで映画をこの機会に見ております。全6シリーズ、100話ぐらいのやつをたっぷり見てます。最近はアメリカのドラマにハマってます。僕自然が好きなんですけど、今住んでる部屋から東温市から見える山がデーンっていう山が見えるんですけど、朝起きてまずその山を眺め、そして劇場に行くときにその山を眺めで劇場から帰ってきて、その山を眺めながらお家に帰ってきて、で夕日に照らされる山が綺麗でね、本当に。そして最近重信川に水が流れ始めて、これも綺麗でね、本当にいい環境ですね。僕2年前に来た時に東京からももちろん来ているわけで、なんもねえなって思ったんですけど、気づいたんですよ。東京にあるものはほぼないんですけど、逆に東京にないものは全部あるという、もう東京に帰りたくないっていうぐらい、帰りたくないっていうと、東京別に嫌いじゃないんですけど、東温市に住んでる皆さん、もしかして昔からね、生まれた時から住んでて気づかないかもしれないんですけど、すっごくいい環境ですね。そしてまた人が言うと優しいというか温かいというか、敷居が低いですよね。マルシェでこの野菜ってどう食べるんですかってお客さんに聞いたら、これはねって教えてくれるおばちゃんとか、この野菜のいい見分け方は何ですかって言ったら親切に教えてくれるおじさんとか、別に生産者じゃないと思うんですけど、普通のこう一般のお客さんがそういうふうに教えてくださるっていうのは、まあ僕が住んでた関東ではあまりない経験かなと思って、すいません、スマホが鳴っちゃいました、あまりない経験かなと思って、それにこう癒されてます。東温市の皆さん、そして愛媛の皆さん、いつもありがとうございます。家族に僕を一文字で表すとしたら何ですかって聞いたら、この漢字をやっぱり言われました。でん、へん中学生ぐらいの時から変だよねってよく言われるんですけど、僕はですね、ネガティブな意味で聞いてるわけではなくて、なんか君って面白いよねっていう意味で、この変という字をということをよく言われてるというか聞いてて、自他共に認める変です。どう変なのかはお会いしてね、実際お会いして僕の目を見て、僕の呼吸を感じて、僕の声を聞いて、どう変なのか感じていただけたら嬉しいです。ともう一つ、変は変なんですけど、もう一つ自分で思う自分は、で、陰です。陰は別に陰湿とか陰気とかという意味ではなくて、
あのすごく静かなところが好きだったり、賑やかなところから、賑やかなところにあえて自分から飛び込んでいくようなことは僕はあまりないので、一人でなんかこうふーんと、なんだろう、こう俯瞰するのが好きだったりするので、まあいいんかなみたいな。なんですけど、舞台とかで芝居してたり、あの仕事一緒に長らくしてる人とかにオファーをいただいた時のその役とかは結構こういうイメージの役が多かったりするんですね。だから人はやっぱり僕にこういうイメージを持ってたりする一面もあるのかなと。どっちなんだと思うんですけど、まあ表裏一体の陰陽なので、どっちもどっちなんだろうなと、どっちも僕の、一面なんだろうなと思っています。鬼のレクイエムということで、桃太郎伝説から来てるあのストーリーなんですけども、ま、簡単に言うと、ま、桃太郎が正義で、ま、鬼が悪みたいなことをパッとイメージされると思うんですけど、見どころは果たしてそうかという、ま、あの演出の西栗先生もあのホームページ上の確かコメントかどっかでおっしゃってたかと思うんですけども、大人が見てちょっと成長できる桃太郎かなって言ってたのがなるほどなと思ったんですけど、あの悪とか正義とかっていうとちょっと仰々しいんですけど、まあ、人は誰も多分自分は正しいと思ってて、自分と合わない人は悪だ、まあ、悪というかあいつは違うみたいなことを言いがちだし、それが人間なんだろうなと思うんですけど、そして悪は滅びないし、そしてまた正義が勝つわけでもないし、あの完全懲悪、まあ、多分世の中にはないんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ分かりやすくね、あのこういうことしちゃいけませんよみたいな童話とかでよくあるようなあの教訓とかっていうのは分かりやすいかと思うんですけど、それを一歩踏み込んでなんか作品を見ることができたら、この鬼のレクイエムがもう2つも3つも深く見ることができるんじゃないかなと僕は思いました、そう、もう一つの見どころが、まあ、僕は桃太郎役なので桃太郎目線で言うと桃太郎の成長期なのかなと思います。まあ、2時間を通して、まあ、2時間の作品なんですけど、出てきた最初に登場してきた桃太郎が、まあ、この2時間、まあ、あの作品の中はもう数日数ヶ月数年もしかして経ってるかもしれないんですけど、を通してどういう桃太郎になっていくのか、桃太郎が誰と出会い、何を見て何に気づき、そして自分に変化が起こって、そしてまたどこへ行こうとしてるのかっていうのが見どころの一つかなと思います。もう一つっていっぱい見どころあるんですけど、あの僕が思う見どころの一つとして、僕がお客さんだったらこう見たいなと思うのが、やっぱ、桃太郎を見がちかなと思うんですけど、実は今回13人それぞれの役人物がすごくバックボーンというか歴史を背負ってて、まあ、セリフはもちろん台本に書かれたセリフなので限られてはいるんですけど、その一言一言のなんていうかサブテキストとか、その裏の言葉がそのどっから来てるのかみたいなことを考えると、あーなんか繋がってるって思うシーンが結構あって、しかもそれを錦織さんがあのなんていうかな、うまく演出してて、一見ただ聞くとただのギャグじゃねえかって思う、ギャグじゃんかって思うようなセリフが実はめっちゃつながっててすごいんですよ。だからあの笑うと同時にすごくあのはぁって感心するし、気づきも得られる、あのなんていうんですか、一粒で三つおいしいみたいなそんなセリフがいっぱいあります今回と思いました。で、あのそう、あのそう桃太郎見ると思うんですけど、今回あの鬼のレクイエムということでタイトルコール鬼なんですよね。だからあの、まあ、桃太郎と鬼の話、裏の話なんですけど、
桃太郎を見がちかもしれないけど、実は裏がなんかこう抱えてるというか、物のでかさとか、そしてその妹のセイラが持ってる抱えてるでかさとか歴史とかにもすごく深さがあって、でそれと出会う桃太郎どう変わっていくのかっていうのが一つの見どころだろうなと。まあ、こっちが桃太郎でこっちが浦なのか、あるいはこっちが浦でこっちが桃太郎なのか、まあ、これ多分結論はないんですね。どっちがどっちだって、多分どっちもどっちなんじゃないかなと思うんですけど、だから一回見ておーと思う、でも2回目3回目見れば見るほど見方が変わってくるというか、ような作品だし人物たちになってるんじゃないかなと思います。まだありましたまだ見どころがあって、見どころいっぱいあるんですけど、もちろん役者もそうなんですけど、今回衣装とヘアメイクと美術がもう手が込んでて、もう最高なんですよ。あと小道具も、まあ、例年坊ちゃん劇場ってそうだと思うんですけど、今回は大和朝廷時代がベースになってて、なんですけど実際のその時のその衣装というよりも少しこうファンタジーチックというか、フィクションか、フィクションの要素も多いので、その中で作られた衣装でもあるのですごく凝ってるし、もしかすると舞台、お客席、もしかすると客席の1列目と真ん中と後ろで見える衣装って多分違うと思うんですよね。近くで見るとこんなところにこんな細工があるとか、すごい作り込まれた武器だし小道具だし、きびだんごってのがあってですね、きびだんごがあって、もうこれしかないんですけど、実はめっちゃ手が込んでて、作り手さんの愛情とか、それを扱う役者の愛情とか、もういっぱいなんか道具にも衣装にも装置にもなんか思いというか愛が詰まってて、こういうものに支えられた作品でもあるなと思います。衣装とヘアメイクと装置と、まあ、照明と音響と、まあ、全部ですねこうご期待ということで、劇場でお待ちしております。また劇場で会いましょう。ありがとうございます。